まあ列車はすでに前回あの 207K 購入してますんで 207K を走らせるんですが、この34、35番は南側に接続する列車に今までは北側の環状線を走ってたんですが、南側に接続する列車に変更いたしますね。24時間運転なんで、あれ番線って ここかな、やるとしたらどうしよう。全列車行って今回は適用ということで、電車直進だよな。で隣の4番線か、4番線も3分停車で、全ホーム全列車に適用か。この環状で、ここも1番線2番線そうだな、2線しかないからな、両方あの全列車適用で、この配信ツイッチで配信しております。ぜひツイッチのアカウントフォロー、チャットコメントお願いします。ツイッチマイアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。これはまっすぐだけど、30番からだよな。これは左に分岐、35番も左に分岐かな。YouTube、アーカイブをアップロードいたします。おそらく2日後、11日21時ごろになるかと思います。ぜひアクセスお願いします。YouTube のチャンネル登録高評価もお願いいたします。 YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。
アクセスお願いします。アカウントフォローもお願いします。ポストのリポスト、いいねもお願いします。TwitterX マイアカウントをフォロー&ビジットプリーズ、ポスト、リポスト&グッドボタンプリーズ。34、5番はここに来るわけですね。で、あと34、5番はすでにここダイヤ設定してるんで、これは問題ない。次、34、5番はここのダイヤの変更がいるね。34番はね、34番って左に回ってなかった、なんでなんで直進してるんだ。あ、違うわ、こっちじゃないんだ。こっちだ。34番35番は、今までは分岐だったのを直進に変えないといけないんですね。で、こういう風に曲がっていって、この坂を登って来たとこで坂を下って、合流してっていう感じですね。で、ここも全部まっすぐでいいから、で、ここは駅で止まるんだよな。あれ？どうなってんだこれ。こうか、こっちでこことここがあって、で、これがこう来てて、あ、外なんだ。外にの線に止まるようになってるってことですね。まあ3分停車もひとまず全列車を行うってことで、これを1番線でも同じように行いましょう。で、その上で、これ何番だっけ ?30 番か。で、34番35番だけ分岐ですか。分岐して、で、分岐するとここからこうぐるっと曲がりつつ下っていって、ここで合流するというとこですね。あと、この辺は変更する必要はない。一方、34、35はこっちを
分岐しないといけない。で分岐するとここがこう来て、ここで合流してここに入っていくということになりますね。これだけでダイヤ組んでいいと思う。であと34、35は一旦撤去して、で配置ですね、配置でどうしようかな。どっちが内回りか外回りか忘れた。運行表示見てみる。名称表示、34番が34番が内回りで、35番が内回りなんだ。は一応つけておきましょう。36番以降は全列車走らせる。が内回りで偶数が外回りになった。で色がある。かな。まあ一旦ちょっとセーブを行いましょう。
で、まず34番でいいんだよな。外回りですので、外回りで反転か。ダイヤウィザードをオンにしましょう。うん、左に曲がれと。左に曲がるとどうなるかというと、ここに入ります。で3分停車 OK。 5分停車でいいかな。比較的でかいんで、ここ5分停車しましょう。あとはみんな3分停車で、でまっすぐ行く、左へ行く、停車になる。こんな感じかな。うん、これ解除、解除でいいや。で一回ストップ。内回りですよね。こうかな、こうですよね。
地で走らせます。こっちは余裕がないからな。だからまあこれはやるとして、もし違うわ、バスターミナルを置くとしても、まあ、こっち側にこう置くしかないですよね。もうこうするか。で、当然ここのここも多分バス走ってるんで、10分ぐらいは行きたい。こんな感じかな。で、一応まあ全車直進で、影響が、既存のバスのダイヤに影響がないようにはしておきます。ここはバス走ってないから大丈夫だよね。あとここはまあ15分おきかな。接続できないのか。ちょっと一旦かな。で、撤去して。
しとくかな。そしたら、ここまで路線を敷いとこう。こんな感じですね。で、左に曲がってっていう感じか。逆に言ったら、ここからここへ接続するバスっていうのが成立してきますよね。新バス路線としては、ここからこことか、ここからここはまあないかな。ここからここだとまああんまり美味しくない。まあ、ここからこことか、ここからこことかかな。まあ、こう、こっちじゃなくて、ここを、この付近を通って、ここにたどり着くとかはあるかもね。あとね、高速道路、ここを表に出るようにしてますが、ここのリニアの接続駅にも高速バスを増やしたいですね。ただね、バスの問題はそのバスの数なんですよね。所ってなんだっけ。電車でも鉄道の近くに建てたいよな。水族館の方が面白そう。近くになかったら水族館全然ありですしね。で、水族館を建てました。こういう風に交差点はこう面白いとこを建てたいですよね。逆に劇場ここに建てるかな。駐車場がこっち側、正面入り口がこっち側か。あと入り口合わせるように
どうなんだ、これはちょっとダメだな、でかすぎる範囲が。もしくはこれを撤去しないとダメとかかな。あ、ダメだな、でかすぎるんだ。なんだって、資材不足じゃ、資材不足か、作っちゃったからな。一旦はちょっとアイテムじゃない、公共施設で、作っときましょう。邪魔させない、これ大事です。低すぎる酸化、シネコンがあります。シネコンはもう最初から立ってるんですよね。でこの南が工業地帯ということで、ギリギリ黒字か。この辺は 10% 利益率超えないと赤字ですからね。まあ一旦これで、残り4列車走らせましょう。まずは、ソフトの0か。これですね、ソフトの0で。あ、ソフトじゃ、ソフト、ソフトだよな。でダイヤウィザードで走らせる。10分停車になっちゃってる。まっすぐですよねこれ。で、3分停車で5分停車3分停車で、まっすぐの、まっすぐの10分停車になってるから、まあどうしようかな、これ5分停車かな。なんで、あ、そうか、これまあ仕方ない、10分停車になっちゃってるしね。あれ、で停車、これで OK。 ダイヤウィザード解除、ちゃんと5分停車なってるよな。こっちはまあ4番線は、ここはちゃんと5分停車になってるんだけど、ここが問題かも。あ、でもちゃんと5分停車なってるよな。
分停車だよな。で一番線中心駅で、ここはこの5分停車を適用するか。ちゃんと3分停車になってるな。大丈夫だ。次37番は内回りということで、37番を、内回りですね、こうですね、配置してダイヤウィザードで、3分停車でまっすぐで、5分停車で、3分停車で5分停車か。ここはでまっすぐだよな。で3分停車の3分停車だよな。ここはで、ここは5分停車なんていうね。38番、今度は外マジョ2本目ですね。ここも結構スペース空いてるんで、将来的な進展が楽しみですね。で反転か、外回りなんで、3分停車で、5分停車で、3分停車で、まっすぐまっすぐで、5分停車で、で3分停車で、5分停車で、まっすぐのはずだよな。で5分停車 OK。 これで38番 OK なんで、最後内回りを1本ってことですね。これに置いとくかな。
で3分停車、5分停車、で3分停車、まあ、直進、直進で3分停車で、5分停車、3分停車で、ここ5分停車、3分停車ということで、うん、これ大丈夫ですね。これ全列車設置を完了することができました。めでたい。使っちゃいないよな、大丈夫。あ、ここはここがな、結構問題だよな、ずっと。どんどん来てますね。雪はぶつかってない。まあ19時台か。これで大丈夫ですね、おそらく。大丈夫なのか。
大丈夫？いや、まだ渋滞というかやられてはいないけど、結構怖い状態だよな、こっちも。車庫に入っていってる。大丈夫ですね、これは。ここにいつ駅作るかもうポイントにはなりますけどね。あ、新たなスイッチのフォロワー社が出ました。ありがとうございます。いたします。うまいですね。はい、いただいたということで感謝いたします。ありがとうございます。あと一人で40人となりますね。 Twitch のチャンネル登録者数も嬉しく思います。さあ、ターミナル駅のと列車も来てます。この辺はずっと変わり映えしないんですよね。まあ仕方ないですけどね。ここスペース空いてるので列車を走らせたいとこではあるんですけど、ショッピングモールか。これって
で作られたんかな。あ、いや持って所持してるんですね。じゃあ大丈夫か。ショッピングモールを北側かな。なんだろう、ホームセンターか。面白いけどな、ホームセンターデパート。いらねえや、こんなとこ撤去。一回、まあでも結構儲かるんだな、ホームセンターって。じゃあうちが儲けたいなっていう話も。センター、ホームセンター、ホームセンター、これか。どこでもいいけど、まあここ、こうかな。にするか。やっぱりここな、こうなんですよね。これが。センターを設置ってことですね。まあ交差点はね、やっぱり息のかかった設備をつけたいですよね。これ中途半端なところに置かれるのは腹立つな。いかんのでスポーツ用品店を店舗だよな、スポーツ用品店。
かな。で、作りますね。まあ黒字出てるんでなんとかなるでしょう。角打ちに置いた建物に関しては、これ地下買ってるわけじゃないんだ。なんだろう、家電ショップに置き換える、あっとダメだ、家電ショップに置き換えられない。置いときましょう。ちょっと待って、リポート見てみよう。あ、30万いきましたね。人口も非常に素晴らしい。住宅比率が少ないな。83台なんだ。だからまだあの200トラック数回して113だから、250の半分は、300の半分は全然いってないから余裕あるんだけどな、実際のとこは。需要が足りなくなってる。電力立てないとダメだ。発電所は何が素晴らしいのか。核融合かな。そんな分かんない。核融合が地熱が25万か。消費財がすごいんだよな、総会図。張力だよな。ソーラーパネルが1万しかないからな。地熱かな、やっぱり。だってさ、地熱ここら辺で あるわけですからね。地下にでもここに置くのはやばいな。道路沿いには置きたくないな。的山地熱置くとしても、これで、わすごいな、総発電所が一気に増えた。まあこれでしばらくは苦労することはないと思います。これなんだ、回転寿司屋の隣地熱発電所という謎の構成ですね。ではちょっと最後に車窓風景をご覧いただきながら
取った時間お別れしたいと思いますが、屋根付きの駅からのスタートですね。線のターミナル駅到着。で、これで上に上がって入れ替わる、さっき今下走ってる道と入れ替わる形になりますね。この南の環状線は南だけを回る区間2本と、全線を環状する4本の6本の運行ということになります。北は今まで6本だったのが北だけが、北だけを回るものは4本に対して全線が4本なんで8本となります。最も南北両方通るんでその分消耗時間はかかるんで、単純な増発ではないですが、すごい速いスピードで動いてる。関わる207系の車両数は増えるということになりますね。止まってる。じゃあ一方これが34番だったら、北も南も全部走る39番ならどうなるかを見ていきましょう。ちょうど今北の路線に入って北環状線に入って、環状線の北部分に入って運行している状態です。基本的に一周走るルートが4本、北のみ走るルートが4本
南がのみ走るルートが2本なんで、まあ北はほぼ現状維持かな。南側はまあ実質4本ぐらいかな。まあ今まで北を環状するまあ本数で言えば4本分に相当する、まあ列車間隔かな。ただ今までよりすごく来たり来なかったりっていう格差がでかいっていうのはちょっと気になるところではありますが、ある時間帯はすごく連続してきて、でしばらく来ないということはあるかもしれないですね。さあここの駅ですね、今まで駅のホームはあったんですが列車が来てませんでした。ですが4本の列車がここの駅に停車するということになります。で左側は合流する線ですね。左側にもまあ線路がありますが今は列車走っていません。将来的にはここ急行線として優等列車を走らせる計画です。この駅今止まってる南新駅だったっけなが比較的7本ホームがあるんで新駅に次ほどじゃないですけど新駅に近いようなターミナル駅としての役割を、持つことになります。ひょっとしたらこの優等線急行線の列車の終着駅になるかもしれない。終着始発駅になるかもしれません。すぐ行って北の方へ向かっていくということになります、遠くに見えるのはリニア線ですね。環状線は207系の7両編成で運行しています。この環状線に関わるものは10本列車が走っております。団子になってるな207が。ちなみに24時間運転です。まあ当然夜中も走るので無駄はあるってことでしょうけど、おそらくまあ各駅とも赤字になるようなことはまあ赤字になるほど客が少ないってことはないと思うんで、これでいいかと思いますね。ということで、まあ環状線で交通をほぼ賄う。で、バスは限られたちょっと役割で運行するということをに原則上はしたいと思います。こっちの先何があるんだろうな。西側
さん、あのなんか建物建ってたけど、どのあたりなんだろう。ですね、私鉄線の分岐線の沿線あたりか。はい、ということでちょっと追跡に切り替えましょう。いいですね。まあスクショを取っておきたいと思いますね。結構線路が複雑に言い乱れてしまう感じではありますが、列車がぶつかっちゃう。団子の運転になっちゃうんですよね。まあここは弱点ではありますよね。ということで、このちょうど真ん中、地図でいう真ん中の路線の、まあ、鉄道の基本である環状線を作りました。まあ、A 列車は環状線って言いますからね。こんな感じで上に上がっていきます。環状線に真ん中を背骨のように通る長距離線というか、今の屋根付きの列車 E259 が走ってますが、あちらの路線もっとこの先西に逃す予定ですので、こちらが大幹線になって、ゆくゆくは長距離線と くっついて一大ループを形成すると面白いかなと思います。まあ一周環状で走るような路線にはしないとは思いますけどね。ちょっとさすがに特急でも時間かかりすぎるんで、
ということで、今回以上になります。次回はこの環状線南部のバイオ線といいますか、駅からあの結ぶバス路線で、この環状線を保管していきたいと思います。ぜひ、楽しみにしてください。今回の配信はツイッチでお届けいたしました。よろしければ、ツイッチアカウントフォローお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー and チャットコメント Please。 またなんかまた邪魔しちゃってるよな。そして、このアーカイ動画のアーカイブ、YouTube にアップロードいたします。プレミア公開で、あさって11日21時頃にプレミア公開する予定ですので、ぜひそちらでも見てください。YouTube のチャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。This Live アーカイブ、プレミアライブ、マイ YouTube チャンネル、アップ、マイ YouTube チャンネル、サブスクライブド&ムービーグッドボタンプリーズ。TwitterX のアカウントを持っております。ぜひアクセスお願いします。アカウントフォロー、いいね、リポスト、こちらの方もよろしくお願いします。Please my Twitch アカウント、ビジット and フォロー please。My アカウント、This live、my account、ポスト、リポスト、and グッドボタン、please。ということで、列車で行こうないライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。